はい、どうも皆さん、マスです。はい、昨日ね、北海道から飛び立ちまして、現在青森に戻ってきました。今週戻ってきたぜ。ここからね、もうどんどんと南下していくんですけど、あいにくのね、この天気で夕方には降りそうなんだよな。昨日も結構ね、函館の方で雨にやられちゃって、かなり体力持っていかれましたんで、ちょっとあんまり雨の中を走りたくないけど、まあ今日は宿も取っちゃったんでね、サクッと行っちゃおうと思います。青森のムツの方ですね、恐山が有名と思うんですけど、恐山に行こうと思ってなかったんですけど、今からムツの方に上がっていきたいと思います。こっから2時間半ぐらいですかね。死後の世界を疑似体験できるみたいな感じなのかな、ちょっとわかんないんですけど、恐山ってね、有名な三大霊場やったかな、霊場になると思うんですけど、そこに三途の川と橋があるっていうことみたいで、まあよくあれですね、生前の罪の重さでその三途の川を船で渡るのか、浅瀬を歩いて渡るのか、泳いで渡らないといけないのかっていうのを審判されるっていうあれですね。死後三途の川を渡って、まあ6世界に行くかなんかだったかな、6世界に行くっていうので、その世界を決めるのを閻魔大王様が決めるっていうお話だったような気がするんですけど、まあ私もね、詳しくはちょっと分かってないんですけど、なんか、初7日から35日あったかなの間に閻魔大王様がなんか審判する感じみたいですけど、あんまり良くない世界に落ちたとしても49日とか1周期3周期で再犯がねあるらしくって、でそこでまた別の地獄に行くのか極楽に行くのか、はたまたここなのかっていうのを決めるというお話らしいです。だからその残されたね、家族がねやってる一周忌とかこう供養する日があると思うんですけど、 あれってなんか意味あるんだと思いながら、そういう風にね言い伝えられてるらしくって、そういうなんかお話を朝ねちょろっと見て、いやー自分はもう船に乗ることはないだろうなーとは思うんだけどね、せめてねせめて泳ぐぐらいでやってほしいな。そう、三途の川を渡って終わりじゃないんだなと思って、あんまねこう霊場とかっていうのはこう好きではないんだけど、小学生の時にね見たことがあって、女の人の、しかも学校で、いやーそっから学校怖かったな。一人の時とかさ、廊下とか目つぶって歩いてたもんね。けど恐山って結構その霊場で有名だから、すごい怖いイメージを持たれやすいらしいんですけど、なんかやっぱ行くと神秘的なスポット、神秘的なスポットとしても結構有名らしいです。とりあえずお昼過ぎちゃったんで、コンビニで適当にささっと食べてサクッと行きたいと思います。あ、道の駅浅虫温泉っていう道の駅、ここすぐ近くにあるんですけど、結構いいよっていうおすすめをいただいたので、帰りもし通るようであればちょっと入っていきたいなと思います。恐山って結構登るんかな、どうなんだろう。あ、なんか一気に冷えた。さっきまで暑かったのにな。あと10キロですね。なんかね、至る所にお地蔵さんいるんですよ。あ、なんか硫黄の匂いする。え、あ、え、マジ、あ、来た。目的地は右側です。お疲れ様でした。あ、やばい。恐山、あ、湯がやっぱ温泉あるんだ。そして電波ね、こっちにもちょっとまた行きましょうか。とりあえず降りよう。さすがに斜めってんな。あ、斜めってなかった。優秀。石造り太鼓橋。新設、新しく作ったのか、これは。
通行止めになってます。サンズの川、すごい風車がいっぱい立ってますね。あ、子供がいっぱいいるんかな。手ぬぐいとかもあるんだ。なんか縄が切れてる。何の縄だろう。通行止めになっております。追いはぎのあの脱エヴァとケンネオ、死後の世界に話しかけされる、それによりは人が亡くなってサンズの川でやってくると、そこに脱エヴァが待ち構えていて身ぐるみを剥がしてしまう。その衣類を受け取って傍らの枝にかけ、その枝の垂れ具合で、あ、はあ、なるほど。ってことはこの枝ってことかな。傍らの柳の枝にかけ、その枝の垂れ具合で生前の悪行の刑重を、推量します。この子、闇閻魔様の などの前に出て地獄か極楽かどこに行くのかを言い渡されるということです。江戸時代だって。ちょっとえらい遠くに止めてもうた。あ、やっぱり、あ、進むしかないないようで。わあ、すごい、なんだろう、綺麗だね。バイク専用駐車場が、うわー嬉しい。あ、ローでやっとこう。よいしょ。じゃあ行きましょうか。あれが六大地蔵ですね。天堂と鬼畜堂と修羅堂と地獄堂で、餓鬼堂と、人の道からなる6つのね道を示してるって言われてる六大地蔵ですね。どれがどれかわかんないですけど、あ、書いてるかな。あれが地獄、あ、全然わかんないね。あ、回ってる。うわ、温泉がある。女湯って書いてる。冷たかった。順路こっちか。わ、すごいな。これは全部お墓でしょうか。どうなんだろう、積み石をしてる感じはあるけど。すげえ。いまいち順路が分かりません。立ち入り禁止になってますね。うわ、湯気が出てる。これはどういったらいいんだ。うわ、すっごい、すごいな。いや、ここもだ。あ、無間地獄。確かなんかあったね、無間地獄って。六道の一つか。この恐れ山で積み上げられてる石が、ご家族さんが子供の成仏を助けるために積んだものらしいです。まず積み石って悪い石でやるんかと思ってたけど、そうでもないんかな。どういう意味だろう。失礼します。あ、名前が刻まれてますね。たまにね、崩れてる石もあるんですよ。ちょっとだから気をつけないと。足場が悪いんで、ちょっと崩さないように気をつけていきましょう。
しかし広いな。ちょっとルートがマジで難しい。全然なんかやっぱお昼間だからか怖いっていう感じはないですね。どこまで行けるんだろう。うわあすごいな。一生お手洗いに案内されるんだけど。あそやここはね水子の供養のところですね。あやば頭痛。うわあすごなんかもうすごあここが極楽浜ですね。お邪魔します。なんか同じ手形に見えるけど違うんかな。うわなんだこれめっちゃ綺麗。これはすごいな。あ花が添えられてますね。すごめっちゃ綺麗やな。あやっぱなんかところどころガス出てるね。あの多分ブクブクなってるのがなんかガス出てるとこですかね。なんか至るところからめっちゃ出てるな。完全ミスだな。間違えたかな。どっちだ。こっちか。なんか思いのほか虫が少ないっていうことに驚き。わあすごいな。やばい分かんなくなってきた。合ってるんかな。あ体内くぐり。あ体内くぐりって聞いたことある。胎児のあれ電波が調べられん。駐在地獄至るとこから湯気出てますね。ここには行きたくないな。やば一番煮えたぎってる。こここれどうやったら戻れんの。え、あれあの地蔵があるってことはちょっとなんか順路がね待ちで分からんくなってきた。あー戻ってきた。何ごちさん展望台行ってみっか。これ帰りめっちゃ夜になるな。3時、今が3時、3時半には出よう。最善これなんかな。ちょっと分からんけど。お邪魔します。おおすごいね。お邪魔します。よいしょ。いやなんかすごかったな。こちらが お迎えしてくれるお地蔵さんですね。ちょっと待って待ち合わせやばい。食事どころ。何があるんだろう。お昼食ってねえな。そういえばあここティーがある。いちごベースだって。熊本って書いてる。これにしよう。あストロベリーティーだ。はい青森県恐れ山でした。やっぱ昼間に来てる分あまり怖いイメージっていうのはなかったですね。はいということでこのまま宿に向かいたいと思います。今日の宿はですねバックパッカーズっていうゲストハウスになるんですけど、ちょうどねゲストハウスのめっちゃ近くに私がちょうど食べたかったアップルパイがやってる店があるんですよ。ブルーなんたらってとこ。そこに明日行きたくって。多分ね今日はねもう着いたらもう閉まってると思うんで。しかも朝8時からやってるらしいんでちょっと行きたいと思います。わあ明るくなった。 9km 道なり。あまだ、あ動物が出てきませんように。本当に本当に。ああれだ。目
的地は右側です。これだこれだ、十和田湖バックパッカーズ。あ、すごい。あ、ありがとうございます。あ、全然ありがとうございます。後ろから、うん、